目標達成はい、テレマンチャンネル始めていきたいと思います。11月25日土曜日。はい、えー。11月も第4週終わりましたので、先にね、結果発表していきたいと思います。前年2022年対比117.5%、前年対比117.5%でした。2021年対比99.1%、2021年対比99.1%でした。 えー、こうちゃん以前の2019年対比、えー、108.2%、えー、19年対比108.2%でしたということで、21年はまだ弁当やってましたので、えー、それで、それと、あと夜のね、売り上げもちょっと戻ってたので、えーまあ、夜の売り上げだけだと、まあ100%超えてきてるので、えー、まあ全部ね、えー、超えてきましたよということで、あとですね、まあちょっと9月ぐらいかな、 まあ本格的にまあ経営改革をまあやってきたわけなんですけれども、そこでまあ一つのね目安としてですね、週休2日制で今やってるんですけれども、そうなると、ですね営業日数が22日稼働ぐらい、先月がちょっと足らんと、21日稼働だったんですけれども、そのね日の並びがありますので、大体21とか22とかになると思いますけれども。 まあそれでね、えーまあ、目標を、まあ、設定していた金額に、えー、なんと、えー、あと残り営業日数3日残して達成しました。<laughs> はい。えー、ね、まあ、どういう効果かと申しますと、もう単純にね、あの値上がり、値上げをしているわけなので、まあ、あと一番 まあでかいのが、まあ、どこの店もそうでしょうけれども、生ビールね、まあ、値上がりしてるんで、まあえー、売価も値上げ、ね、せざるを得なくて、まあ、だいたい 600, 円600円の壁ってよく言われるんですけれども、っていうか勝手にそう思ってるんですけれども、まあ、生ビールね、600円の壁っていうのがあって、まあ、それをね、もうだいたいみんな超えてきてるらしいんですけれども、うちはなんとか590円でね、えー、踏みとどまってるんですけれども、 まあ、それでも、えー、やっぱ主力商品をちゃんとね、値上げすると、えー、やっぱね、えー、売上変わってくるなーっていうのをね、やっぱ、えー、通痛感した、まあね、あのー、数字だと思いました。はい。まあ、えー、経営改革ね、まあ、人も揃ってですね、えー、なんとか落ち着いて、まあ、えー、お客様のね、えー、来店人数も、まあ、安定してきておりますので、 まあなんとかね、ちょっと目処が立ってきたかなっていうのがね、えー、正直な感想で、まあ、ほっとしておりますね。まあ、今日なんかね、えー、終わってみたらですね、まあ、亀山、亀山花火大会よりちょい上ぐらいのね、超炸裂で終了ということでね、えー、ちょっとくたびれたんですけれどもね、まあ、えー、今週ね、ちょっとどうなるかなとね、出だしでもうね、あの、今月ワーストレベルがね、出てたので、 えちょっとね、どうなるかなと思ったんですけれども、水曜日ちょっとね、へこんだぐらいで、あとは全部白星でね、切り抜けたので、なんとかね、なりましたねということで、取りま売上移動平均線もね、プチく裂レベルで安定しておりますので、ああ、ようやくなんか数字が安定してきたなっていうのが、まあね、本当にえ正直な感想ですと。で、まあ、週末ね、本当に安定してね、まあ、きもね、本当に。 えー、ご来店ね、えー、いっぱいさしてくださったんですけどね、ごめんなさい入ってね、えー、断るパターンが多かったんで、まあ結構からとはね、えー、にぎやかだったんじゃないかなと思うんですけれども、あの、早い時間にね、お見送りで外に出るとですね、結構ね、あの、早めに店じまいしてる店が多かったんで、忙しすぎて売り切れたんか、えー、もしかしてうちだけ忙しかったんか、どっちやろうとね、思いながら、まあ、 予想はどうでもいいかと思いながらね、まあ、自分とのね、己との戦いなので、まあ、うちのね、あの売上をどうやってね、安定させていくかっていうのはね、やっぱり、えー、経営していく上ではね、えー、大事だと思ってますので、まあ、それをね、ちょっとね早,早めに達成できたのでね、ああ、よかったという感じですね。まあ、とりあえず、えー、週休2日制にして、まあ、これぐらいのね、売上が、えー、達成できたら、まあ、とりあえずは、 まあ次第点かなっていうレベルを、ね、目標を設定してたのを超えてきたのでねちょっとホッ、えー、としておりますという、ね、お話でございましたでまあね、あのー、今スタッフさんがですね一、まあ、人一、あのー、人暮らしを始、ね、めてお金がかかるっていうのと、えー、もう一人ね、あのー、なんか車の調子が悪いって言うんでね、えー、車買い替えるからねクビにしないでくださいねってね冗談交じりでね言われたので。 あなんかちょっと、あのーね、責任重大だなと思ってね、えー、ちゃんと売り上げ作ってね,、えーねその、しっかり人件費を払えるような、えーね、店舗運営をしていかないとですね、えー、みんな路頭に迷っちゃいますからね、まあ、私だけじゃなくてね、えー、なんとか頑張っていきたいなと思っておりますという感じですね。はい、はい、というわけでね、11月ちょっとね、どうなるかなと思ってたんですけれどもね、 まあ思いのほかね、あのー、よくて、えーまあ、週末特にですね、えー、もうちょっとね、シフトの関係でもう週末、金、えー、土はね、4人体制にしててあ、ちょっと人入れすぎたかなーってね、思ってたんですけれども、まあ今日なんかね、4人でもちょっと回らなかったぐらいだったんで、わー、ちょうどよかったなーというかね、えー、いい、ね、いい感じにシフトが組めてたなと思ってね、えー、ああ、よかったと、まあ、結果あるんですけどね。 まあこれが暇だともう簡単に人件費でね、えー、お金が解けて、利益が解けてね、えー、泣く羽目になるんですけれども、まあ、とりあえずはね、えー、うまいことね、回っているなっていうような感じなので、まあえー、シフトの方をね、えーまあ、とりあえずこれでちょっと様子見で、えー、年内はね、やってみようかなと思っておりますと。でまあ、新人,、ね新人君 えー、とってもねあの感じが良くてねあの当たりがね柔らかくて人懐っこい子なんで、まあ、あの接客とか見ててもね柔らかい接客をしてくださるのであの人をあんまり不快にねさせるようなタイプではないのでああ上手やなと思いながらね、えー、馴染んでね、なんかうちの店にもね、えー、なんか馴染んできてくれてますのであ長いことね、えー、もう今が大学3回生なので。 まあ卒業までね、えー、一応いてくれるということなのでまああと1年ぐらいね巻、まあ、いてくれてね、えー、頑張ってくれたらうちの店もね安定してまあもっと良くなるだろうなと思いながらね、えー、見守っておる最中でございますという感じですねはい、まあ、というわけでね、まあ、ちょっと人が安定してしだすとまあ売り上げもね安定するなっていうのはね本当に、えー、もう本当に目を見るよりねもう本当に結果が そうね現れてますのでねやっぱり、えー、ス,タッフのスタッフが安定するっていうのはねやっぱ一番大事だなと、まあ、た,たとえね忙しくても回せなかったらね、えー、売上は作れないし、えーまあ、お客様にねあの迷惑かけてね、えー、なかなか何にも出てこないよっていう状況が続くとですね再来店っていうのはねもうしてもらえなくなりますので、まあ、そういう面でもねあの今人が安定してる、ね、スタッフが 揃ってね安定してるっていうのはね、えー、ありがたいことだなと思いますとで、まあ、一応週休2日制にねしてますので、まあ、そんなにねあの負荷のかかるような、えー、ねシフトにはしてないのでまあこれでまあ一時様子見てね、えー、どこまでね売り上げ伸ばせるかっていう、えー、勝負になってくるかなと思いますねまあ12月がどれぐらいね伸びるか、えー、ちょっと楽しみだなと思ってる最中でございますはい はい、えー。というわけでね。まあ、とりあえずは、えー、目標達成ということでね、えー。ちょっと自分自身もね、まあ、本当は、まあ、えー、9月も、9月もちょっと惜しかったんですけどね。えー、ギリギリ足らずに。で、10月は、えー、営業日数がね、1日足らなかったので、21日だったので、まあ、これもちょい足らずで、ようやくね、11月で、一応、えー、目標のね、次第点の、えー、売り上げ目標を達成できたので、あ本当にね、良かったっていうのはね。 えー、ほとしております。はい。はい、えー。というわけでね。まあ、これからどうなるかわからないですけれどね。もうやってみてね、本当に、もうその都度ね、いろいろいじってね、変えていくしかないなーというのはね、もうなんか、ここ、今年に入って特にですね、いろんなことがあったので、もうなんか、今まで通りのことをね、えー、ずっと守ってやるっていうことも不可能になってくるし、まあ、 ね、あの環境、外部環境等も,、ね、もう色目まぐるしく変わってきてますのでもうどう、まあ、常に、ね、あの経営も、ね、変化していかないと対応できないなというのはね、まあ、今回、まあ、とりあえずは数字が残せているのでままあまあ対応できているかなとは思うんですけれども、まあ、これ、ちょっと本当に、ねあのハ,ンドルね、ハンドル切り間違えたら、ね、本当に奈落の底やなというね。 えー、本当に外部環境になってますのでまあなんとかね、えー、もうその都度ねそんな5年後とか10年後とかね全くそんな計画なんかね今の飲食店でね立てれるわけがないわけなのでまあね一日一日をねしっかりでまあ1月1年後半年ぐらいの、えーね、短いスパンでどう変えていくとかねどういう風な 営業していくとかいうのをね、まあ、考えていかないといけないかなというふうに、えーね、本当に痛感している、えー、今日この頃でございます。はい。はい、というわけでね、まあ本当にありがたいことにね、まあ、数字が残せてもう本当に嬉しいですというね、まあ一言しかありません。はい、えー、というわけでね、まあ、ちょっと、まあ今、急にね、寒くなってきましたので、あとは健康だけ気をつけてね、まあ、あとは、えーまあ、シフトがね、 えー、回ればね、なんとかなるかなという感じですけれども、まあ、風邪ひきさん等ね、まあ、出やすい季節になってますので、まあ、そうなったらね、もう終了ということでね、この間ね、初めてね、タイミーさんからね、営業電話変わってきてね、ちょうどあの間違えてねあの、なんか、なんかの普通のなんか売り込みの営業かなと思って、ガチャンって切っちゃったんですけどね、あ、タイミーやったと思ってね、あとからあ、タイミーさんもなんか下関にね、進出してるんだなと思ってね。 その短時間でね、えー、その日だけ来てくださるみたいなね日雇いのアルバイトを派遣してくれるねようなサービスらしいんですけれどもね、まあ、どれ田舎で使えるんかなとか思いながらですねまあ上手に使ってるところはねちょっと、えー、XQTwitter でねググってみたらあの検索エゴサーチしてみたらですね、まあ、上手に使ってね、えー、タイミーさん様様だーってねなってるお店とかもね 多々あるみたいなんで、まあ、要は使い方とその受け入れる、ね、側の準備かなっていう感じですね、えー、何もできない人が来てももうなんか目視見えるかとかでね、えー、もう写真付きで手順が書いてたりとかもう あの、こういうことだけやっとってくださいよっていうのはね、ちゃんと明確化して受け入れ、受け入れ体制ができてれば、まあそこそこというかね、あの、助かるんではないかなというような印象なんですけどね。まあ実際、あの、タイミーをね、ご利用のお店がありましたら、コメント欄に感想をいただけたら、とても参考になりますので、よろしくお願いいたします。はい。えー、というわけでね、ちょっと、 えー、なんかタイミングがね、下関にも進出してるみたいなので、もうちょっとあの、ねあのー、飲食店関係者にね、聞いてみて、えー、どんな感じなのかなっていうのをね、ちょっと情報収集してみたいと思いました。はい。えー、というわけで、なんとかね、えー、営業日数3日残しで、えー、とりあえずの、ね、目標を達成することができましたので、えーね、本日、えー、とても忙しかったですけれども、えー、ちょっとね、バタバタしてご迷惑を、ね、おかけした皆様ね、 大変申し訳ありませんでしたという感じでございます。はい。はい。えー、というわけで、何、えー、とかなりそうかなという、ちょっと手応えを感じて、感じられる一週間でございましたというお話でございました。はい。えー、というわけで、チャンネル登録とグッドボタン、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。はい終わります。